日中はまだまだ気温が上がるような地域も多かったと思いますけれども、はい、この先は体感からも季節の歩みというのを感じることができそうですよね。そうですね、だいぶ、はい、気温の方のね、方も抑えられる感じの方もなってきそうなんですよ、はい、でまず気圧配置の方から見ていきたいと思いますけども、こちらは26日日曜日の気圧配置なんですが、ここに高気圧がいますよね、はい、でこの高気圧なんですけども大陸生まれなんですよ、はい、で大陸からこう秋の空気を連れてくるといった状況となるので、まあ、その空気によって気温の方はだいぶ抑えられます、まあ、ただちょっと中心が北に偏っているんでね、若干雲多いかなと、そういった天気になりそうですけどね、はい、はい、今後のお天気アイコンで見てみるといかがでしょうか。はい、ではこちらの方を見ていきましょうか。今日24日金曜日は東京30度までまた上がったんですが、はい、この先見ていくと東京の最高気温23度、24度ということで、だいぶこう抑えられるような感じになります、はい、あとは全国的に見ても、まあ、気温の方は晴れれば若干高くなるところあるんですが、最低気温はねやっぱり低いという形になるので、まあ、特に朝晩は本当にこう秋の深まりといいますか、それを感じられるような体感となりそうです、はい、ただ全体的にちょっと雲は多いんですけども、特に後半ですね、後半は台風16号の動きによって大きく変わってくるかもしれませんので、はい、ここはこまめに確認するようにしていただければなと思います。はい、この先の詳しいお天気や気温の予想、そして台風の情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。